トルコブロは1862年82歳当時のジャン・オーギスト・ドミニック・アングルがハレムのラフを描いた絵画である。当初は長方形だったが、1863年に画家より現在の円形に変更された。ほとんどの期間この作品は個人像となっていたが、現在はルーブル美術館の所蔵となっている。アングルは年齢を重ねた後も、 感能的な作品を生み出すアイロニーを楽しんでおり、この作品にも自分の年齢をいたてする騎士と銘打っている。1867年には自分が未まだ30歳の男性同様の熱情を維持していると語っている。この作品を描くに最新アングルは生身のモデルを使っていない。数枚のクロッキーと共に彼が生涯にわたって描き続けた欲女や オダリスクを主題にした以前の作品のモチーフをここでも再び描いている。アングルはすでにグランドオダリスクその他でベッドに横たわったり風呂のそばでくつろいだりするラフを単体で描いていた。最もよく知られた主題はバルパンソンの浴場に描かれたものでほとんど同じ人物像をこの作品では新しい構成の中心に置いて描いている。 しかし前傾右側で腕を頭上に上げたラフはアングルの妻マドレーヌ・シャペルを描いた1818 18年のクロッキーに基づいているのだがその右肩が下がっているにもかかわらず右腕が上げられている後方の薄暗い部分にも様々な人物像が平地されているこの作品を注文したのはナポレオン三世の親族であったが数日後に返却されてしまった 彼の妻が不適当と不快を示したからである。最終的にトルコの元外交官、ハリルベーが1865年に作品を購入した。彼は官能的な絵画を数多く所持しており、その中にはギュスターブ・ブクールベの世界の起源も含まれている。エドガード画はトルコブローパリ万国博覧会で展示するよう主張したが、ポール・クローデルはこの作品を 宇治満載のケーキとまでこきをおろした。20世紀初頭には、講演者が、トルコブロをルーブル美術館に寄贈しようという動きがあったが、ルーブル評議委員会側はこれを二度にわたり拒否した。ミュンヘンの団体が作品を買い取ることを申し出た後の1911年、協会団体ラソシエテデアミジュルーバーによる寄贈として、ようやくルーブルはこれを受け入れた。教会講演者のモーリス・フェネイはこのために、 3年間で15万フランの無利子融資を行った。ありがとうございます。